病院に担ぎ込まれた春道は全治2ヶ月と診断され、数日後には誠までが宝泉の資格に敗れ、春道と同じ病室に入院する。ひろみたちは手を尽くし宝泉の動向を探る。そこにはかつてスズランとの抗争で命を落とした尾藤という男の存在、その過去の因縁が今回のスズラン襲撃の原因であることを突き止め、春道と誠を倒したのもその事件に関わりのある男に間違いないと思われたが、何？よう。あれ。おい！あのバカ！ったく。おい、こら！くそ！うわっ！
さあさあうわっ誰さあさあ当たっいやこれクソ誰がこらおれおれこっさあいえ誰おれくらえおいこれてめえくくそちくしょうバカ誰が後に春道は坂東が尾藤といかに戦ったかを何度倒されても立ち上がって戦い続けたことを広宮安田から聞かされた。くっ あいつら尾藤兄弟お前らいってて、春道くん、でかい声出しちゃダメって言われたじゃないっすか。あんたら、病院にまで来るなんて卑怯じゃないか。それでも男か。男だったら正々堂々と。そう思ってここへ来たんだ。わめくんじゃねえ。え？まだ名乗ってなかったな。俺は尾藤達也。こいつは弟の秀幸だ。こっちは名乗る必要ねえな。ああ。怪我が治るまで、あとどのくらいかかるんだ。二人とも、あと一週間くらいだけど。そうか。じゃあ、十日後だ。宝泉対スズランなんてのは、もうしまいだ。その代わり、十日後、俺とお前で蹴りつけようじゃねえか。何？あんたは俺とだ。このガキは俺とお前の勝負だ。受けてもらえるか。ああ受けたる。もちろん俺もだ。じゃあ10日後の午後3時、場所は例の河原だ。待ってるぜ。悪いな。ギャッよろしく。この野郎。おい。もういいだろうが、勝負はついたんだ。このクソガキ！次はてめえが相手するか。こら、マコト！次は俺の番だろうが、おめえは下がってろ。ああ。そういや、ヒロミたちから聞いたんだがよ、てめえ、死んだ兄貴を超えるためとかどうとかほざいたんだってな。それがどうした？
結局お前らどうしようもねえくらい暇なんだろ。だったら初めからそう言ってこいよ。退屈でしょうがねえから遊んでくれってよ。それをわざわざ死んだ人まで引っ張り出しやがって、もっともらしい理由つけて関係ねえやつまで巻き添えにしやがって、ムカつくぞてめえ。てめえに何がわかるってんだ。兄貴が死んでからの俺たちは。うるせえ、黙ってろ。んなこといちいち言われなくてもてめえらの面見てりゃわかるんだよ。てめえらの目はなくしちまったものをいつまでも忘れられねえで、その場にしゃがみ込んじまって前向いて歩くことも忘れちまった、そんな目してるぜ。気がついたら周りには誰もいねえ。あるのは退屈だけで、その退屈をまたなくしちまったもののせいにしてる、そんなとこだろうが。てめえ、そんないじけちまった野郎には言ってもわかんねえからな。いっぺん死んでこい、クソバカ。誰が、誰が、誰が、クソ、誰が、そういや